どうしよう、ここに月光ちゃんが、月光ちゃんがいるんだけど、落ちないで、気をつけて。いやだ、もうヤギさんたち走ってるし、もうはい、今ね、これはね、ちょっとね、って最初思ったんですよ。だけどリノベすごいし、ビューはすごいし、めっちゃ素敵でしたよね。外観からはちょっと想像もしてなかったんですけど、いやー、すごい素敵なお家を拝見させていただきました。面白かった。はい、で雨降ってきましたよ、この辺りは。なんですけど、ね、次はね、うちのね、ブローカーの売り出しでございます。ちょ、看板見たんですよね、この辺りだったと思う。そこ見に行きましょう。この辺でしょう、コートニーがやってるんだよね。彼女きついんだよな、苦手なんだよな。ちょっとね、若いガツガツしたお姉さん苦手なんですよどこ、これ、これ手前なのか向こうなのか、どっちよ。ここか。よし、ここですね、多分ね、これだ。よし、ではちょっと見ていきましょう。なんかちょっと原石って感じですね。まあ見ていきましょう。お疲れ様でした。というわけで、空港ロードでございます。カイミナニドライブ、ごめんなさいね、今またチョコレート食べてますジェットコースターロード、だいぶ山側からの雲が向こうに攻め入ってますけど、まだまだタウンの方晴れてますね。今日はね、今からこれずっと行って、ごめんなさいね、グダグダ。ハイウェイに出て、ほんでもって、ターゲットと、ペトコ行かなきゃ。ね。太郎さんの、デンタルサプリ、買わなきゃいけない。と、私の欲しいマウスウォッシュ、こっちでしか売ってないやつ、それをターゲットに買いに行く感じかな。で、その後、今まだ12時なので、時間全然 OK です。3時まで、コナバイザシアストン、あそこがやってるので、2ベッド2バスで結構ね、お値打ちなんですよね。そこをちょっと見に行こうと思います。ご一緒ください。ぜひ今日もダラダラっと行きましょう。バイザシーまではね、アストンまではちょっとアリードライブダラダラで行こうと思います。ノンストップアリードライブ、ぜひまたちょっとなんか話題決めて話した方がいいよね。なんかテーマ、質問ください。これライブだったらいいのね。あ、今度やります。ハワイ島このライブ。皆さん来そうな頃がいいかな。ちょっと6月、7月のあたりかな、夏休みに入るかなぐらいの頃に、ちょっとたまにはハワイ島ライブやりましょう。ね。
ではでは、だいぶ標高が下がってきちゃったんで。あー、アイス食べたい？食べたいな。いやでもいいやいいや、太るからとか言って太ってもいいんだけど、っていうかね、もう20ポンド増えたんですよね、私ね。8キロぐらい、10キロぐらい。まあ、でも健康的になったっていう感じで、あと筋肉もありますかね。あの数字ほどあのデブになったっていう気は全くしないんですけど、あの健康になったことは間違いないです。いや本当にね、自分でも写真見て、うわこの人やばいじゃんっていう。あの日本の親友もね、なんか一昔前、2、3年前のせっちゃんは、せつはちょっとなんか昔のケイトモスの体みたいだったよっていう、ちょっとキモいって自分でも今思うとそう思います、写真見てね。いや本当健康になりました。なぜそんなに不健康だったかって、ストレス。はい、 But I'm happy now。 今は幸せですよ。もやってますね。あーそう、今日あれだ、コクアカイルアだ。さっき私アリドライブ行きますねとか言ったけど、ダメじゃん、封鎖されてるじゃん。うわー、そっか、ガチョーンガチョーンとか言ってね。まあいいか、ライブラリーのところからジャックさんのところ、あそこだけでもね、しょうがない。多分夕方まで封鎖だね、アリードライブね。ピアのとこ通りたかったんだけどな。まあしょうがない、しょうがない。はい、じゃあまずは太郎さんのサプリを買いに行きます。ペトコに行くよ。太郎さんに電話しよう。またでもさ、太郎さん電話してもすぐゴロンってなっちゃうんだって。なんかゴロンってして、でしばらくすると今度は携帯にスリスリクンクンってやって、ああお母さんがちっちゃくなっちゃったってやってるらしいです。かわいいね。あのさっき一瞬あの DQ 食べたいなとか思ってたけど、あの日本から持ってきたチョコレートをちょっと食べてたら全然満足したんで、もう結構です結構です。だってさ、なんかアイスに1000円とか無理、やっぱごめんなさいね。もうちょっとあの平民日本人の根性が染みついてます。はい、あのペトコって日本で言うと何だろう、似たようなのあるのかな、 なんて言ったらいい、ペットの小島とかちょっと違うか。あのメインランドの友達、やっぱりあのペトコはいいよねっていう話をしてて、うん、便利です便利です。私たち的にはね、あのメインランドのペトコからお取り寄せしてくれるので助かります。はい、高いんだよね、ここで買うと。どうしてなんだろう、オンラインで見る値段よりも高いんだけどね。まあとりあえずちょっと行ってきましょう。はい、ここまで来るといい天気ね。はい、懐かしいね、ガー君にいっぱいこれなら食べるかな、あれなら食べるかなってやっていたペトコ。太郎のバリバリとかも全部ここで買ってましたし、さあサプリ買いに行くよ。はい、太郎さんのサプリ購入。なんか今見てたんだけど、このオールドネイビーのここ、ちょっとこの角度絵になりますね、このヤシの木と。なんかハワイっていうよりちょっとなんかLA とかフロリダっぽいじゃないですか。なんでやねんって感じだけど。
あーなんかチポテレ食べたい。チポテレ、そこのご飯めっちゃ好きなんだよね。 OK I'm going to Target。アリドライブの方天気いいじゃないね。でも封鎖されてんだよね。おば散歩するのもちょっと時間がないんですよね。そう、もうすぐ1位でしょ。3時までのバイザシー見に行かなきゃいけないしね。だってお昼も食べてないんですよ私。さっきからスナッキングしてますけど、スナッキング。よし、とりあえず最終のお買い物に行きましょう。最終のお買い物っていうか、まあね、そうそう、あのコナのターゲットのあの丸が白いのは新しめのターゲットとかリノベしたターゲットは一時白になったそうです。その理由はターゲットがなんか赤すぎるから、僕たち赤が赤すぎるの良くないよねっていうことで赤からの脱却を図ったらしいんですけど、ターゲットは赤じゃないとね。というわけでその後なんかまた赤に戻ったっぽいようなこと聞きましたけど、定かじゃないです。はい、相変わらず時給18ドルスタートなんだね。すごいよね。まあ物価もバカ高いですけどね。さあさあ、いつものターゲットさん行ってみよう。さて、ターゲットでお買い物したのはごく少量のリクエストの品。はい、ごく少量。もうね、しょっちゅう来てるからなんかもう今更なんていうの、お土産買って帰るとかもないし、もう全然友達に買ってくとかもゼロです。ゼロ。妹と母さんだけね、あのちょいちょいっと、父さんにもないです。何にもないです。どうしたの？アリドライブ行きたいんだけど入れないもんね。ね。まああれですね。とりあえず、あ、そうそう、この間予想に反してね、なんかオープンハウス巡ってたらパラダイスベーカリーの、ね、マラサダにありつくという素晴らしいハプニングがあって嬉しかったわ。すごいな、あのクルーズ船でっか、街みたいだよ。あら、今日何やってんのかしら。サッカーの試合でもやってんのかな。ね、すごいすごい。バイザシーまで行きたいんですよね。どうしたのあなた、さっきから。なんかこの前の車ね、なんかおばさんちゅうかお姉さんちゅうかなんだけど、なんか怪しげ動きがねえ、なんか美味しいもん食べたいけど、日本に行ったらいくらでも美味しいもんが食べられる。
ルルルルルあ。え、まさかと思うけど空いてるわけないよね。でも一応行ってみる。金亀さんに挨拶だけしに行く。あそこでどうせあの U ターンさせられるんでしょ。違う、ピアのところで。そうだよね。でもここまで来ます。金亀さんこんにちは。え、嘘、ちょっとすごいんだけど。その先でさ、あの大木のとこで U ターンでしょ、どうせ。違うの、違うの、だよね、だよね。 I knew it I knew it。 そう、知ってたよっていうのは I knew it です。あの No new known ですね。はいよ、U ターンしまーす。知ってます。じゃあそういうわけで、金亀さんさよなら、良い一日を。またね。そしたらね、あそこから行こう。ファーマーズマーケットとかね。クワキニでございます。ここね、あの潰れちゃったガソリンスタンド、この黄緑色のラインの右手、あのハナマプレイスという名前がここついてますけど、ビッグアイランドグリルの向かいね。なんでここのガソリンスタンドなくなっちゃったんでしょう。まあ、すぐそこにもあるからかな。でね、ここの左手にあるあのタイ料理屋さん、あのクルアータイって言うんですけど、私はここ一押しです。美味しいですよ。タイにも見たことがあるんですけど、あのここの、あのクルアが一押しです、私は。あ、でもここが美味しい、あそこがまずいってね、まあ、主観ですけどね。はいはいはい、じゃあこっからだったらいけるでしょう。あー、ここがさ、梅ケスだった時が懐かしい。あのここにあった時の梅ケスが食べたい。ここも美味しいのかな。結構人いますね、驚き。今日すごいにぎわいだろうね。いや、昨日猫カフェ行っといてよかった。ものすごい大きなクルーズ船来てるもん。警察の方もいらっしゃるんですね。ここ結構あのうろうろコロコロするの楽しいですよね。あの月に1回やってます。はい、というわけでジャックさん、今回もありがとうございました。実り多い出張ですよ。私いつもいつもジャックさんのおかげです。どうもありがとう。マハローヌイロア。あとね、貝も美味しかった。貝のピッツァうまいですわ。今まで4種類5種類ぐらい食べたけど、どれも外れがない今のところ。あのホワイトピッツァも美味しかったし、照り焼きチキンも美味しかったし、あとなんだっけ、食べたのはカルアポークみたいなのも美味しかったし、マルゲリータも美味しかったし、あそこのあのピザうまいとは聞いてたんですけど、うまいですね。ブラックロックどこ行ったーになってますね。はい、あら綺麗、よかった。こっちちょっと晴れてて。よし、ではでは、アストンまで行きます。アストン行きましょう。渡るのかな。どうぞどうぞ。なんかかわいいな、なんか頭になんか帽子、ちょっとなんか
あの中華の国の方たちでしょうか。なんかいつも同じね、このダラッダラの繰り返しで。楽しいですか皆さん。すんませんね、本当になんかもうダラッダラで。でもあんまり深い話されてもあれですよね。あと景色がいいでしょ。ちょっと前半本当あの今回来てる間、滞在中ちょっと随分ね、あの悪天候が続いてね、ちょっとって感じだったんですけど、何かしらこの人たち、何あっち行くの、どうなの、何、怖いんだけど、ちょっともうやばい顔いっちゃってる、あの人たち恐ろしい。稀にダメって言われるからね。